どうもこんにちは。こんにちは。奈良ちゃんです。奈良不思議の吉田桃です。上信です。よろしくお願いします。お願いします。ということでね。はいはいはい。やってまいりましたね。やってまいりましたね。今日はどうですか。今日ですか。今日は。今日はね。うん。あんまり調子よろしくないです。そうなの？そう、あんのよね。その日によってのこの。バイオリズムみたいなものが。あの、喋れる人喋られへん。今日喋られへん。今日喋られへん。なるほど。参りましたわ。これね、毎日ほぼ喋ってるわけじゃないですか。ずっと喋ってますよ。大事な一番商売道具みたいなところでしょ。お口はね、喋らなきゃ今日も。そんな時でも喋らなきゃ。ちょっと僕はものすごく聞きたい。あ、そうですか。怖い話を求めてる。わかりました。ちょっとね、まあ、我々ね、メールホームにね、こうね、会談募集してる。たくさんいただいてるようで。その中で、ちょっと一ついただいたお話で、ちょっと興味深いものがありました。お、これね、送っていただいた方がですね、ノブさんという方なんですけども。あ、そうなんですか。全く、自作自演です、もう。いや、それさ、自分の体験談ってことでいいじゃん、ちょっと。なんで、メールフォームを返して、わざわざなんかチェックとか入れる必要とかあるのであれば。ちょっとね、はい、同じ名前。ノブさんなんだ。はい、ありがとうございます。はい。なんかね、今から3年ほど前に、こう夜ですけど、ふっとね、目が覚めたら金縛りなんです。うん。ね、で、ちっちゃい時は、幽霊見てたんです。で、金縛りに遭う経験は、その当時住んでた家が初めての経験だったと。なるほど。ね。で、はいはい、3年前に住んでた家が初めての経験で、うん。で、霊感がもうこの時点ではほぼなくなったんです、3年前には。うん。でも、そんな私でもよくわかるぐらいの、嫌な気配。金縛りに。いや、縛り。あ、いい言葉ですね。いや、縛り。いや、いろいろ経験、金縛り経験してるから、嫌だなっていう金縛り、嫌縛りです。いや、縛りいいですね。めっちゃ嫌だったんでしょ、多分その時ね。すごく嫌なんですって。うん。で、金縛りで体は動かないんですけど、まあよくありますよね。目とね、口は動かせると。なんか不思議だよね、目が動くの。で、この状況どうしたらいいのかね、ちょっと考えながらね、天井をこう見てたんですね。で、こう天井見てて、で、外のね、こう街灯に照らされてるから、天井若干ね、光入ってる。ああ、わかる。ちょっと見えるんですよ。だからなんかね、こう、影めいたものもちょっと見えたりするんです。うんね、街灯との関係性でね。はい、はい、はい。したら、太い筒のようなね、影がね、ブワンって動いたんです。ほう。で、この、ブワンっていう動き方が、はぁ？ああ、なるほど。蛇だと思ったんです。なるほど、うん、うねるような、うん、何の疑いもなく、うんうん、ピンときてこの動きって蛇だと思ったんです。直感みたいなとこもあんのかね。で、もう頭とか尻尾とかも別に見えてないんだけど、この動きだけであでっけえ蛇大蛇だなって思ったんですって。でもその影見て、うわ怖い、これ蛇やって、こんな状況で金縛りこれどうしようと思っていろいろ考えてたら、金縛りは解けましたって。よかった。で、次の日にね、そのことを、お母さん一緒に住んでるから、お母さんに話したんです。はい、はい、はい。で、お母さん蛇がね、すごく嫌いで怖がってたんです。でも、まあまあね、こう、子供が言うことだからっていうので、聞いてくれたんです、うん、最後まで、うんうんうん。で、そっから数日後、はい、夜寝てるとね、脇腹に激痛が走ってね、横になっていられないぐらい痛いんですって。うん、なるほど。で、もうこれ、今まで経験したことがないぐらい痛くてですね。これなんか、ギュッてこう、締め付けられてるような痛みがするんですって。まさか。でね、あ、痛いな。で、体を起こしてると痛みはなる。こう、横になって、こう、布団の横になると痛いんですね。だから昼間はなんともないです。元気なんですね。はいはい。うん、で、横になってしばらくすると痛くて、だから睡眠不足でね、必然的にもうね、しんどいと。はい、はい。で、病院にも行ったんです。うん、数件。うん、でも、どこ行っても原因不明なんですね。で、もうその布団にね、ベッドの横になって寝れないから、うん、もうソファーでこうね、斜めにこうね、まあ、休まらないよ、ね、持たれるようにして寝る生活ね、うん、で、その状態だとまあ寝落ちするんでね、疲れてると、うん、まあまあ一応寝れるからっていう、そういう感じで1週間ほどですね、その生活が続いたんですね、うん、はいはい。そしたら朝方にですね、こう自分がこう寝てるね、うん、このソファーまで誰かが近づいてくる気配がするんです、うん、で、お父さん仕事でいなかったんで、あ、多分お母さんだなと思ったんですね、うん、で、その気配っていうのがお母さんねの雰囲気がしたんで、うん、お母さんだろうなと思って、で、こう自分がね、こう大変な状況で、うん、こういう状況やから、こう、様子見に来てくれて、うんうん、だろうなって思ったんですって。はい、
で、そしたら、耳元でね、こう、毛布をかけ直すような仕草をして、うん、で、このね、聞こえるか聞こえへんかぐらいで、ありがとうって一応ね、うんうん、こう言って、でもお母さんとは見えてないんですよ。うん、まあでも多分そうだろうな、ね。そう。で、こう、また寝たんですね。はい、はい、はい。で、気にしないようにしてた。うん、で、翌朝ですよ。起きて、はい、お母さんありがとうね、つって。何時そうそう、うん。布団かけ直してくれてありがとうね、って言ったら、うん、はぁみたいになるんです。私熟睡してたけど。え、嘘でしょ。いや完全に気配はお母さんの気配したけど、うん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 、いや私じゃないしみたいな、うん、え、いやいたしみたいな、ね、何これめちゃくちゃ怖いんだけどみたいになるんですよ。なるよね。誰だったんだろうってなるね、はい、そっからですよ。明け方になると、うん、こうソファに寝てるじゃない。このソファーの背もたれあるでしょ、はい、背もたれの後ろに必ず気配するから。でね、この気配っていうのが男性なんです。あ、男性なんだよ、うん、で、お父さんじゃない、この家で唯一の男性っていうのはお父さんなんだけども、ね、仕事でいないんです。だから男性がいるはずがないんですね、はい、だからあ、もうこれは確実に幽霊なんだなって思って、うん、でね、もうとりあえずそのまあ、ちっちゃい時はそういう幽霊見たことあるけど、はい、まあね、もう久しぶりの状況で、うん、で払えることなんてもちろんできないから、もう見てみないふりをしようっつって、あ、なるほど。で、こう無視しながらこうね、こうもうかぶって、そうだね、隠れるようにしてこう寝てたんですって、背もたれをね、そうだね、後ろにして、でしばらくこう目つぶってじーっとしてたら、うん、キーンつって耳鳴りがしてきて、その耳鳴りの後に金縛りになるんです、はい、でね、今度この背もたれの後ろにあった気配が、うん、こうもうかぶってこう見えないようにしてるんですけど、うんうん、この後ろにある気配がスーッて自分の方を回り込んできたんです。ほうほう、回り込んできちゃったのかな。こう回り込んできて、もうその時点で恐怖はもうピークに達してるんですよ。うん、あ、来たってのが分かるわけだ、でもね、金縛りなんですよ。動けないんですよ。あ、でね、あ、やばい、これ前回り込まれた、どうしよう思ったら、うん、ガッって頭掴まれたんですよ、自分ので。片手でガシッてこうね、頭掴まれて、背もたれに頭グッってされて、うーわ、でこの状態で、うん、でもうこの掴まれてる手なんですけど、もうね、その普通の一般男性の手よりもかなりでかい手でグッて掴まれてるんですって、感じがね、はい、でもうこれ動かされんし、やめてってね、こう声も出したいけど、こう声も出ない状況で、うってなってたら、そのね、掴んできたやつはもう、こう黙ったまま、うん、このね、この方のね、投稿者のこの方の左脇腹に手をやって、何か丸くて太いものをズルズルズルって引きずり出した。引きずり出したの？引きずり出したんですって。何それ。で、こう、引きずり出されてる時に、この左腕も一緒に上がっていくね、こう、うん、なんかこう、ここに何かがいたような気配がするんですって、自分の中に。そうなんだ。うんうんうん、ね、本当に出されてるのか分かんないですよ。なるほど、感覚、ね、出されてる感じがすると。うん、で、スルンつってこう、全部が引きずり出されて、何事もなかったように、耳鳴りも収まって、悲しみも解けたんですって。でもその気配とかも消えてて、今まで何だったのみたいな。そしたらものすごく悲しくなってきて、涙も出てきたら、お母さんがバーって出てきて、どうしたの、ね、こう説明するんですけど、うん、もう朝まで2人でね、大丈夫だったみたいな感じで朝になったんです、うんうんうん、で、今までこの痛さで辛かったじゃない。だってそれで、それがあれだから、ソファーで寝てたわけでしょ。寝てた生活でしょ、うん、でもそのズルズルズルって引きずり出されてから、うん、今の今まで一回も痛み起きてないんです。全然。じゃあなんか大丈夫なんです、うんうん。で、まあこの方の憶測ですけども、はい、私の体から出てきたもの、出されたものは蛇だったんじゃないかっていうね。なるほど。やっぱりね。で、最初の金縛りで大蛇を見たことも理由の一つなんですけど、うん、もう一つそう思った理由があるそうなんですけども、ほうほうほう、こちらがですね、お母さんが幼い頃に住んでた家っていうのが、うん、まあ田舎の家なんですけど、蛇がよう出てきた。はいはい、で、おじいちゃんね、うん、自分からするとおじいちゃん、祖父のお母さんってことね、うんうん、祖父のお父さんね、うん、で、お父さんってことなんですけども、で、こう、子供たちがね、被害を受けちゃうから、蛇を駆除すると、結構、ね。聞くね、そういうのが良くない話も。で、おじいちゃんっていうのは、お母さんが小学校5年生の頃に亡くなってるんです、うん。で、それから数年経った夜なんですけども、おばあちゃんはね、ご存命だったんですけども、はいはい、おばあちゃんがね、突然錯乱したんですって。夜中に、でその錯乱の仕方っていうのが、うん、それがガッて開いて、
ジュネス威嚇するよ。こんやばちゃんどうしたので顔を見てみたら、うん、ヘビみたいな顔してるんですって。目がの爬虫類の目というか、こわでシーっていうのはなんかねこう威嚇する時の音みたいな、うん、でよう見たら手包丁持ってるんですよ。いややばいシーってなってて、でおじさんがね、うん、まあお母さんのお兄ちゃんですよね、うん、が体格が良くて、でその友達も遊びに来たから、うん、お母さん無理やり押さえつけて、うん、落ち着かせようとして、うん、でそれで、大丈夫だったんですけども、お母さんはそのままちょっとねおかしい状態だから、そのままちょっと病院にね、はいはい、連れて行ってみたいな、いややばかったよってなるでしょう、はい、でその後なんですけども、うん、まあお母さん病院行ったんですけども、うんうん、ね、病院じゃちょっとわからないんですよ結局。そういう状況になったら精神安定剤とかしかもらえないから、そうだからもういっそのことをちょっとお寺に相談しに行こう、はいはいはい、でお寺に相談行ったらしいんですね、うん、そしたらお寺の住職がこう見る限りね、こうああなるほどつって、蛇が恨んでますと、はい、で枯れ井戸がないですかってですね、枯れ井戸、はい、家に枯れ井戸がないですかと、で毎日コップ一杯でいいから水を入れなさいと、うんうん、で、許してもらえたらあなたたちの前に白い蛇が現れるんで、その白い蛇が現れたら、大丈夫ですと、許しを得た証、はいはい、だからこのコップ一杯の水を毎回この枯れ井戸に入れる感じにすると、でこれを繰り返してると、うん、いずれ白い蛇が出てきて、白い蛇が出てきたら許されると、はいはいはい、でそれをずっと続けてたらしいんですね、うん、はい、でしばらく経った雨の日なんですけども、うん、お母さんとおばあちゃんがこう出かけようと家の前に泊まってタクシーに乗り込んだんですね、うん、そしたらその時に2人の前を白い蛇がスーッて通ったんです。来た。でお母さんその時に、あ、許してもらえたんでありがとうございますってなってね、でその経験があったからお母さん冒頭に言いましたように蛇が苦手なんですって。あー、そっか、そういうことがあって蛇が苦手なんです。あの時にその猫ね、この方を助けてくれた、ズルズルって引きずり出したやつの正体が知りたいじゃない。はい、そうだね、何者なんだってやだ、こういう結局 ね。これが何なのかっていうのは、この投稿者の方もわからないし、あれが果たして何の存在だったのかわからないと。でも、僕はこれを見た時に思ったのは、おじいちゃんとか。うん。蛇をね、だって駆除してくれた子供のためを思って、で、ね。蛇を駆除して、うん、で蛇に祟られることになったじゃない。そうだ、ね、責任感じてあの世に行かずに、うん、おじいちゃんこの方守ってくれてるんじゃないかと思ったんですよ。なるほど、男性の経営がしたっていうのはそういうことなのかな。おじいちゃんじゃないかなと。なるほど、ね、だからおじいちゃんがこうズルズルって引きずり出してくれたから、確か助かったんじゃないかなと思いまして。そうか、なるほど。そうだから、あの時にそのね、助けてくれたその存在がなかったら、私は今頃も働けずにそのまま寝不足の生活が続いて、うん、もう体も壊してしまって、ね、健康がしてる、うん、あの行ってしまったんじゃないかなみたいなお話ですね。なるほど。だから最初に現れた、うん、その自分が金縛りにあった時に影で見えたって言ったら、はい、本当に悪いやつで、はい、そいつがまあそのこれ投稿者のぶさんだっけ、はい、のぶさんに取り付いて、はい、脇腹もだから蛇が巻きつくような感じ。蛇でしょうね。ね、だから結局白い蛇で許してもらえたんだけど、うん、結局その蛇にもう見入られるっていうのもおかしい。呪われてしまっている。だから散々おじいちゃんが子供のためとは言いつつ、うん、蛇を殺して蛇のたたりはね深いっても言うから、じゃあこいつをたたってやろうって言って、まさにコブラツイストみたいな感じだったわけでしょ。脇腹が痛いと。そうそうそう。やられてるのをじいちゃんが助けてくれたんじゃない。ここは僕の考察ですよ。うん、いやでもなんか後ろにいた男性っていうのはさ、なんかやっぱそんな気がするもん ね。うん、だから助けてくれたんだろうけど、最初のあの気配したっていうのあるでしょ。あ、その男性の気配の、はいはい、お母さんだと思った。そうか、お母さんと思った。あれ蛇なんですよ。でもなんかちょっと優しかったんだっけ。優しかった。だからこう蛇がゆっくりとこうなってきてて入ったんですよ。ああ、なるほどね。入ったんですよ、その時。それを見てた、あの世のじいちゃんが。じいちゃん。これはまずい。あの世に行ってないと思います、じいちゃん。責任感じて。守護霊と守護霊守ってくれてるんじゃないですか。で、ね、これやばいぞと。うん。わしのせいで、この孫まで蛇にたたられとるかな、つって。なるほどね。来て助けてくれたんですよ。って考えたら。因果がみたいな話よく聞くけど。まあでもね、ね、近いですからね。近しいところではありますけども。ね、だから今後、だからこちらのノブさんに、うん、この蛇は
退治おじいちゃんしてくれたけど、はいはいはい、だっておじいちゃん何体もたぶん蛇を潰してるであろうから、そうですね、もしかしたらまた違う蛇が現れてるか可能性もあります、ね、あでも白蛇で許してもらってんのか、うーんまあその辺ね、ちょっと気になりますけども、そうですね、というような蛇の因縁怖いですよね、たたり怖いですよね、なるほど、というような感じでございました、はい、ということで以上ナナシチャンネルでした、ありがとうございました。いやー本当にね、何今日はなかなかね、クロスはほらもう近いんだって、近い、いいですよ、新企画、ね、怖いって、新企画何、ヒッチハイク行かないですよ、ヒッチハイクとかお城みたいな、行こう、いや、なんで、今からヒッチハイクじゃあ、だってそこでしたくないの、そうだよ、そっちのヒッチハイクじゃなくて、なんだね、あのシャレコアのヒッチハイク、あれ映画になるの知ってます？知ってますよ。映画化するでしょ。そういうことです。全然わかんない。全然いや見に行くよ。いや教えてちゃんと。何やったら見に行くよ。なんか映画のなんかあのアンバサダーになりました。公式。え？誰が？俺ら？わかんない。